楽天イーグルス交流戦8勝2敗。これは終身名誉ボーナスステージ。小郷と辰巳が打ってるだけなのに妙に点はいる謎。西武が交流戦通算負け越しに転落した裏で絶好調やな。どうせ今だけだから喜んど構成し、浅村を外す枝井今井をやっとる。 SB と戦った後に調子が良くなるチーム続出しとるのはなんでなんやろな。これはドベゴン好きにも3立て確定やな。松井和夫が生贄になって今井の尻に火がついたな。島内が2軍行って浅村がベンチ行ったらチーム状態もりもり上がってるの草。年俸4000万で安楽騒動のケツ吹きしながらよう頑張っとるな今井。交流戦ボーナスステージで貯金作っとかないと。楽天を明確にボーナスステージ扱いしていいの巨人くらいやろ。西武とは違うのだよ。西武とは一瞬の恥を忍ばずソフバンクリニック通った結果やね。逆転される前に雨降らせるしか勝ちパターンがないも用ベースも満塁で逃げ切ったわ。かつての前半戦だけは強い楽天に戻ってくれんやろか。楽天の今の4番固定されてるの鈴木大地だってプロ野球ファンの何割が知っとるんやろ。ご視聴ありがとうございました。